あ、あら、はい、どうもこんにちは、こんばんは、マルボールです。ということで今日は、2022年の、7月20日です。水曜日ですね。今日は、早速、走り出しておりますが、神奈川まで帰りたいと思います。帰るというのか行くというのどっちの表現が正しいのか分かりませんが、とりあえずね、今回は神奈川まで、走っていきたいなと思います。で、今これナビはね、高速使わない設定にしてるので、残り時間が1日と1時間と出ていますが、距離にして1100キロぐらいですね。はい。前回ね、もう最初から最後まで高速を使って福岡まで帰ってきたので、今日はひとまずね、ちょっと下道の方で走っていきたいなと、ゆっくり帰りたいなと思います。で、現在時刻がですね、9時50分ですね。まあ、これから気温もちょっと上がってきて暑くはなると思うんですけど、まあ、ゆっくり、そこら辺も体調見ながらね、暑くなってきたら、でもう下道じゃもう熱中症になるってなったら、高速使ってもう、使っちゃって帰ろうかなと思ってます。はい。まあ、そこは毎回言ってる通り体調、様子見てって感じですね。はい。そんな感じで行きたいと思います。ぜひ最後までよろしくお願いします。これ別動画で紹介しようと思ってたんですけど、実家だとなかなか動画撮る時間がなかったので、これ映ってるかな、この手、ジャケットをね、これ新しいジャケットを買いました。というのもね、さすがにこの真夏にね、レザージャケットは着てらんないという、冬も OK なレザージャケットをこの夏に着てらんないということで、もう本当暑すぎますからね。あ、で、今日八丁トンネル通って帰ります。はい。で、暑すぎるんで、フルメッシュジャケットをね、買いました。これまた、小峰のものなんですけど、はい。いや、涼しい。いや、もうすでに下道走ってるだけでも十分風が入ってきてすごく涼しいです。はい、ということで、じゃあもう真っ暗で映れないと思うので、またじゃあ、そうだな、このトンネル抜けて、このトンネルが本当にすごいまっすぐなんで、最初走った時感動したんですけど、まあ、このトンネル抜けて、また下関、関門トンネル近くなったら、通ろうかなと思います。いや、めちゃめちゃ天気いいし、やっぱこの景色最高だな。やっぱ九州だな。なんかツーニングスポットとかでもないのにこの景色ですよ。やっぱ九州がいいんだよな。なんかでも、その田舎だったらいいんでしょと思うけど、思うかもしれないけど、なんか、静岡とかも確かにすごいいいんだけどね。まあでもやっぱ九州の田舎は九州の田舎で、なんかいいんですよ。なんか違うんですよね。落ち着く。非常に落ち着きます。はい、ということで関門トンネルのとこまで来ました。110円ですかね。こんにちは。110円でございますね。150円。はい。お返し40円でございます。はい、ありがとうございます。はい。もうすぐ午後1時です。まだ山口県です。2号線をずっと走ってます。順調です。ではでは。はい、ということで広島入りました。いや、長かった。現在時刻が、15時26分ということで、何時間走ってんだ。はい、11時過ぎのに休憩して以来ですね、4時間ぐらい今ぶっ通しで走っちゃってるんですけど、ようやく山口県が終わりました。いや、福岡県にね、戻ってくる時も思ったんですけど、山口県マジで長い。高速道路でも長かったんで、下道だと相当長かったですね。ただまあ、普通に楽しかったですね。国道2号線をずっと走ってたり、
走ってる時間は長かったんですけど、まあ、途中グーグル先生にね連れられて、県道だったりもうちょっと細い小さい道に行ったりして、ちょっと山っぽいところ走ったりしてね、いやーやっぱ下道楽しいですね。もうちょっとそろそろ休憩してもいいかなって感じなんですけど、いやでも全然体が元気なんですよね。全然疲れもなくて、手のしびれもねなくて、やっぱね下道でもこのフルパニア、フル武装ジクサーはね快適かもしれないということで、まあまあ水分補給とかはした方がいいと思うので、まあ泊まれそうなとこがあったら泊まって休憩したいと思いますが、引き続きねとりあえずは走っていきたいなと思います。よし行きますかね。ということで現在16時11分、10分15分ぐらいかな、休憩しておりました。ということで現在ここは広島県です。はい、今休憩して水分補給とあとおにぎりも2つ食べたので、またゆっくり走っていきたいなと思います。いやーいい天気、現在6時半、現在午後6時半です。まだ広島県内ですね。もうすぐでは多分岡山だと思うんですけど、あれから順調に走り進めております。いい天気、涼しい。現在午前じゃない午後7時13分ということで、今日初めての給油ですね。400、まあ、今日朝すでに70キロぐらい走ってるところでスタートしたんですけど、今距離がワンタンクでだいたい460キロぐらいですかね。はい、で、まあ、残り一目盛りになったので今満タン入れました。よしということで、まだね、岡山に入ってなくて、あと多分10分ぐらい走れば多分岡山に入ります。まあ、ちょっと途中ね渋滞とかあってねきつかったんですけど、まあ、残り724キロということでね、いやーまあちょっとこれから多分交通量減ってくるので引き続き下道、走っていきたいなと思ってます。はい、体は元気です。まあ、途中ねもう無料高速、バイパスとか自動車専用道は無料の区間はねもう乗るようにしてるので、まあ、その区間もだいぶ走ってきました。はい、途中ねなんで、まあ、快適っちゃ快適な区間もあったんですけど、下道はやっぱこの時間渋滞してるとこもあってね結構渋滞に時間取られた感もあったんですが、体は元気、頭も元気ですね。なんか全然脳も疲れてる感じなくて、注意力がちょっと欠けてきてるなっていう感覚もないので全然問題なしですね。はい、はい、現在7時半ですね。気づかなかったんですけどさっき岡山県に入りました。はい、引き続き走ります。はい、ということで、3回目かな休憩をしておりました。現在、ちょうど今、20時を回りました。まあ、15分20分ぐらい休憩しましたが疲れもね眠気もまだまだ、全然来てないので引き続き走っていきたいと思います。残り708キロとなっております。では出発ゴー。じゃあ引き続き走っていきます。はい、こんばんは。ということで、今兵庫県に入りました。現在時刻が、21時30分ですね。あれから引き続きずっと走り続けてます。はい、現在気温がねさっき表示されていたのは24とか25とかそのぐらいでした。もう結構涼しいですね。はい、なんかそんなに暑くはないです。で残りの距離が625キロとなっております。はい、現在そうですね疲れもそんなにないかな。バイクの上でできるストレッチとかはね信号を止まるたんびにやったりとかして、まあ、その効果もあってかどうかわかんないですけど、疲れはないですね。で頭とか目の、方の疲れもまだね大丈夫ですね。はい、まあ、定期的にちゃんと休憩取っていけばまだまだ、全然走れます、走れる感じです。はい、
なのでもうちょっとまたもうちょっと走って、そろそろかなっていう感じが出てきたらまた、自分の都合で休んで、まあ、水分補給だったりしたいと思います。はい、まあ、ちょっとどこで睡眠取るかをねぼちぼち考えないといけなくなってきたんですが、まあ、それはちょっと次休憩した時に考えようかなと思います。それではまた後ほど。ではでは。はい、ということで今ちょっとセブンイレブンでねしばらく休憩してたんですけど、どれぐらい休憩したかな、休憩というかまあ、今晩どうしようかっていろいろ考えてたんですけど、あの大阪にね、今日大阪までとりあえず走って今ナビでしてますけど、あと1時間50分ぐらいだけ走って、ちょっとお風呂に入りたいなと思います。あの大阪の公衆浴場で、午後2時まで、午後じゃない、朝2時までか、午前2時までやってるところを見つけたので、まあ、お風呂に入ってちょっと自分の疲れ具合ですね、まあ、お風呂入ったらあー疲れたってなっちゃうかもしれないんで、その時は、もうネカフェに、大阪どっかネカフェ近く、まあ、近くのネカフェ探して、ちょっとそこに泊まろうかなと思っております。はい、撮れてるかな、まあ、真っ暗だと思いますが、ということで、その、銭湯を目指してあと1時間45分走りたいなと思います。はい、先ほど0時を回って今0時10分、銭湯まで残りあと30分なので、まあ、0時40分過ぎ、まあさすがに間に合いそうですね。はい、順調です。着いた。時は温泉、時は湯、到着。はい、ということでね、まあお風呂入ってねさっぱりしてきました。で現在時刻はね、2時8分ということで、さっきの温泉もねもう閉まっちゃったんで、引き続きね走っていきたいなと思います。というのもまあ、近くのね、ネカフェで泊まってもいいんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱ風を一旦浴びたいなっていうのがあるので、ということで、まあ、ちょっとしばらく走ってまた、ちょっと泊まりたくなったらもうあのネカフェもう何も考えずに寄って寝ようかなって思ってるんで、まあ、とりあえずは自分の気が満足するまで走ってみたいなと思います。いや全然高速乗ってもいいっちゃけどね。よし、行くか。セブンイレブンで30分、いや1時間近くかな、休憩してました。休憩というか、いや休憩するつもりなかったんですけど、あのヘルメットをね長時間かぶってたせいで汗がねだんだんこう溜まってってて、それがねあの僕もともと肌弱くてあのアトピーとかあるんですけど、まあ、それでね、まあ、なんかアレルギーみたいな感じになっちゃって、とてもちょっとヘルメットをかぶってられなくなって、止まってました。でちょっと仕方がないから、まあ、薬も塗って、まあ、とりあえずその汗吸ってるヘルメットのスポンジに当たるのが良くなくて、せっかく入ったのにね、そうそう、なので今タオルをね1枚あのヘルメットと自分の顔の間に挟んで、ヘルメットかぶりました。なのでちょっとねヘルメットきついんですけど、きついし音が取れてるかちょっと怪しいんですが、まあ、これでいきたいと思います。で、まあ、休憩してる時にいろいろ考えてたんですけど、で本当はね今回の動画、下道プラス無料高速、だから有料高速道路を使わずに、福岡から、神奈川まで、神奈川まで行ってみたっていうタイトルに、まあ、そんな感じのタイトルにしようかなと思ってたんですけど、最終的にね結論を言うと、これから高速に乗って帰り始めます。はい、で、まあ、なんでこのタイミングかっていうと、午前4時までにいや午前3時59分までに高速の、あの料金所をくぐって、あの高速道路に入れば、あの深夜割30分オフの危険ですよ。そう、3時59分までにその料金所をくぐれるかくぐれないかでかなり高速の値段が変わってしまうという、ことですね。なので、まあ、ちょっと休憩もうちょっとねしたいなって感じはあったんですけど、ひとまず高速乗ってから休憩すればいいかっていう感じですね。はい、はい、ということで現在、午前3時36分、国道1号線に出てきました。これから、京阪道路に乗ります。はい、通行か来たー。
ということでね、まあ高速入っちゃいましたけど、撮れてる？はい、ということでね、高速乗りました。ということでここまで大阪までね、だいたい今日650キロ以上ね、下道で、福岡から大阪まで走ってきました。とりあえずその下道のね、感想を述べておきます。神ですね、ジクサーいや、ジクサー150が神というよりかはやっぱりこのフル装備のこれやっぱり玄武が神ですね。もう正直疲れはね全然ない。なので、まあ、僕がちょっとそのヘルメット長時間かぶるのがね無理になってしまったとか気持ち的に、早く帰り着きたいっていうのがなければ、あの体力的にはね全然下道でこれ帰れそうですね。なんならそのやっぱ下道が楽しいよね、高速ただボーって走ってるよりね。あの神奈川から福岡に走るときはもうずっと高速だったんですけど、もう眠くて眠くてしょうがなかったんでね、今回ね下道をまあ650キロ以上、まあ、福岡から大阪まで走ってみて、もう今後ね福岡とその神奈川を、往復するときは、最初は下道、途中高速、最後下道、これが完璧かなと思いました。そうだね、やっぱねいいとこ取りをしなきゃいけないね、当たり前だけど高速だけなら高速だけ、いや下道だけなら下道だけってこうなんか二極化するんじゃなくて、適材適所というかねそうだから最初出発するときに夕方出発して、で夜ね交通量の少ないうちに下道走っておいて、でこんな感じでね深夜料金が使えるギリギリで高速に乗って、日中高速を走る、そして、まあ、ある程度のとこまで高速で行ったらあとは下道でゆっくり、目的地まで、まあ、福岡までなら福岡まで、神奈川までなら神奈川まで帰るといいんじゃないかなっていう感じですね。はい、まあ、今回の結論はそんな感じです。あ、本線の料金所がある。この本線の料金所を4時までにくぐったら多分 OK だったんで、多分これで OK のはず。はい、 OK、 これで多分ね、神奈川までもう料金所通過することないんで、全区間深夜料金が適用されると思います。はい、ということで、ちょっと疲労はね全然ないんで、まあちょっとしばらく休憩なしで突っ走ろうかなと思います。真っ暗で何も映らないと思うので、それではまたしばらくして撮影したいと思います。ではでは。はい、ということでおはようございます、マルボールです。現在鈴鹿パーキングエリアに泊まっております。現在時刻はですね6時45分なんですけれども、約2時間ほど、ここに滞在してます。4時45分ぐらいから、4時45分ぐらいに多分、ここに来て、で、まあ水分補給トイレ休憩してうどんもいただきました。うどん食べて、寝てました。はい、やっぱね高速に乗った瞬間ね眠くなってね、あの速攻でこの鈴鹿パーキングエリアにね寄った次第であります。でね残りがね350キロですね、だいたい4時間ほどとなっております。てか4時台はねほんと寒かったんでうどんを食べたっていうのはあるんですけどね、ちょっと温まってゆっくり寝てました。はい、ということでまあ寝てる時間的には1時間半ぐらいしか寝てないと思うんですけど、まあ寝て結構すっきりまた回復したと思うので、まあのんびりあの音楽でも聴きながらまた高速流していこうかなと思います。ということでじゃあ
行きましょう。ガソリンも入れたいですね。レッツゴー。いや、まだ寒いな、涼しい涼しいな、まだ。いや、フルメッシュジャケットね、すげえわ、快適です。はい、ということで今7時を回りました。いやー、ほんとね、気持ちいい。やっぱ朝の空気っていいですね、なんか気持ちいいわ。そしてバイクってやっぱ楽しいな。いや、本当僕バイク好きなんだなーって、なんか改めて今感じてます。何なんだろうこれ。はい、まあ順調に走ってます。はい、はい、7時11分愛知県に入りました。現場から以上です。レギュラー179円高っ。8.95 リッター1602円、なかなかのお値段。よっしゃ行くぜー。現在7時37分です。残り288キロ。いやー、もうこの時間多いね車が。と思ったら空いてた。じゃあもう給油はね、今のが多分最後だと思うんで、あとはのんびり帰りたいと思います。最後の最後で事故らないようにマジで気をつけないとね。はい、安全運転で頑張ります。やれば。はい、現在8時23分です。たった今静岡県に入りました。天候もよく、とても気持ちいいです。はい、まあ1時間半走ってるので、まあぼちぼち休憩してもいいかなとは考えております。現場から以上です。よし、はい、ということで、浜松サービスエリアかなで40分ぐらい休憩したかな。はい、まあこれラストか、まあもう一回休憩してもいいかなって感じではあるんですけど、まあそんなに時間は焦ることないんで、ゆっくり休憩してきました。いやー、もう全然疲労感ない。全然疲労感ない。あとね、そうそう、このシールド今日ね、ずっと下げてるんですけど、そう、前回ね、あの高速で神奈川から福岡まで行った時は上げてたんですよ。その時にスピードが全然出ないって言ってたんですけど、これ下げてると、その前回よりプラス10キロぐらいは出るイメージですね。うん、まあその分多少は風を受けるって感じなんですけど、まあでももう今日はね、雨も降らなくてこんな天気なんで、このメッシュジャケットがね、生きておりますよ、本当に。ということで、引き続き新東名高速道路を走って帰りたいと思います。残り206キロとなっております。では、you
はい、ということで、また30分、40分ぐらいかな、休憩しておりました。まあちょっと眠かったりもしたんで、もう早めにお昼ご飯を食べました。はい、唐揚げ定食ね、食べてきましたんで、もう多分あと残り92キロ1時間10分ってなってるんで、まあもう休憩なしでいけるかなと思います。あ、やっぱ暑いからね、汗かいちゃって、風が冷たくて気持ちいいですね。ということで、最後まで安全に帰りたいと思います。スクリーン下げてたらスピードは出るようになったけど、まあでもやっぱね、スピード出すと燃費悪いからね、できるだけもうゆっくり行きたい。大型とか、あの貨物車と同等のスピードがこのジキサ150には合ってますね。はい、まあだから80キロとか90キロとかかな、うん、まあそのぐらいでまだゆっくり帰りたいと思います。では、はい、11時44分神奈川県に入りました。帰ってきましたね。帰ってきたと言うべきか、戻ってきたと言うべきか、神奈川県です。じゃあちょっとこれ出口出てみますか。じゃあ今日は厚木で降ります。あとは下道で帰ります。6000円でした。はい、ということで、無事129号線に降りてきましたということで、長らくお付き合いいただきありがとうございました。無事ですね、神奈川まで、無事戻ってきましたということで、まあ、まとめ、今日の、まとめ結論は、まあ、これ当たり前なんですけど、まあ下道とね、有料高速うまく組み合わせて、お金と時間と体力のいい感じのバランスを取りましょうということでね。はい、まあはい、そんな感じでございます。はい、今日はこれからまあちょっといろいろ用事をこなしつつ、土曜日も用事があって、日曜日も用事があってって感じなので、まあ YouTube もプライベートもいろいろ頑張りたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。多分また近いうちに福岡行きます。福岡に戻ります。ではでは。